出るだけ。反応が怖いのに誘いを待ってるだけ。見るだけで止まない、昔少年だったやつ。徒党を組む弱虫たちが木をてらったグループ名でステージに上がる。徒党を組まない弱虫の俺が、徒党も組めない弱虫の俺がステージに上がる。なんで上がるのか、情熱は失せているのに。言葉は生み出すものではなく、どこかの誰かから与えられるものだから、時々傑作が生まれるが、褒められることはないし達成感もない。ごく稀に褒められたとしても認知が恐ろしく歪んでいるので、馬鹿にされたと思ってしまう。嫌いなものがどんどん増える。例えばラジオは若者の話の内容が嫌でたまらなかったのが、最近では男女問わず声が若者なだけで、その内容を聞くまでもなくチャンネルを変えてしまう。いわゆる老害化というやつなんだろうが、この老害という言葉すら現代的で、使うのを戸惑い、天の弱から楽しくもないのに、ふざけたふりをして今日も指くわえて見てるだけ。活躍なさる先生方を。昨日の情熱が今日の怠惰に変わる。昼間の楽しい気持ちが夜に引きずり込まれる。見てるだけ、ずっと見てるだけ。ああ、何にも変わらない。何にも変わらない。季節を巡るのに、社会を巡るのに、飛び出す勇気を与えてよ神様。